こんにちは。なんかよく言われることなんですけども、成功するのは一部の人だけだよとかね、 YouTuber でやっていけるのは一部の人だけだよとかね、東大に入れるのは一部の人だけだよって言いますよね。確かにそうなんですよ。でも全ジャンル一部の人だけですからね。全ジャンルですよ。工場勤務できるの一部の人だけですよ。コンビニのバイト一部の人だけです。全部一部の人だけなんですよ。だから私はね、いつもこう思います。あ、一部の人でもいけるんだ、よし狙うぞって感じですよね。だって 100% 誰もそこにはたどり着けませんってなったら、それは諦める気持ちも分かります。まあ中にはね、不可能を可能にするんだとかね、やってみなきゃ分かんないっていう人もいますけども、でもそれよりも確率が高くて当たり前なのは、あの、一部の人しか成功しませんっていう言葉ですよね。じゃあ一部の人になればいいんじゃないかなと思うんですよ。そして多くの人は一部の人しか成功しないっていうふうに言われると、なぜかね、一部じゃない、成功しない大多数の方に自分が入ってしまうっていうふうに思っちゃうんですよ。いや、常識的なものの見方じゃないですか。でもずっとその常識的なものの見方をして、結局何もできずに、一部の人しか成功できないことには何も挑戦せずに、その他大勢になっていくという人生かなと思うんですよ。で、吉谷さんも言われてましたけどもね、いや今更遅いだろうっていう人は行動しないじゃないですか。で、ほとんどの人がそういう常識的な考えを持ってるんですよ。今更遅いってね、みんながそう思ってるから、だからチャンスなんですよ。もうね、あれですよね、まだはもうなり、もうはまだなりって言葉が投資にありますけども、なんかね、誰も彼もが、いやもう遅いだろうとかね、一部の人しかダメだろうと思ってひよってるからこそやる価値があるんですよ。行ってみよう。